源氏の宝悲劇さ君が今代の主でいいのかい他人に嫉妬とかよくないよ鬼になっちゃうからねもっとおおらかにゆったり過ごそう弟のうーんと何だったかなぁ えっと、まあ名前はど忘れしたけどともかく弟もよろしく頼むよ1000年も刀やってるとね大抵のことはどうでもよくなってくるんだよね刀の名前なんて持ち主が思い入れ持てるかどうかなんだよねいやいや隊長じゃないからって味方切ったりしないって。 僧侶か昔を思い出すな装備をおろそかにして戦はできないしね大丈夫大丈夫さすがに武具は適当に使ったりしないよこれを使うのかいいざ出陣だねおやおや 何か落ちてるねさーて鬼退治の時間だね偵察結果の報告を対処を考えよういやあやあ我こそは源氏の長りその腕もらったぎゃーっうーん大した問題じゃないよ。 ありゃ失敗したなここまでやられちゃどうでもいいとか言ってられないな鬼だろうが刀だろうが切っちゃうよあれ僕が一番でいいのいやこの前の戦ではやらかしてしまったね <laughs> <laughs> ちょっと長めに休みをもらうよ 一休みしてくるよおおこわ現実のもこんな気分だったのかな勝っても負けても双方の利になるいいことだよね敵が鬼だろうがスパスパ切ってしまおうおお何か光ってないかむむ届いた。 何を買いに行くんだいそれとも日焼かしにおお<う>、いつの間にか新しい仲間がこんなものができてしまったねおお強くなってるおおお団子だ,だいただきます 玄関先がにぎやかだと思ったら帰ってきてたんだね遠征かまあ派手な戦だけが仕事じゃないよねただいまこんな感じになったよ大丈夫だってたてがみ切ったりしないからうんうんいい子いい子ははは。<laughs> 千年も刀やってるけど畑仕事はなかったなうんこれを極めると次の名前が雑草切りとかになったりどれどれ先輩が胸を貸してあげようか長生きしてると後輩の成長が楽しみなんだよね源氏の重宝ひげキりさ。 試し切りで罪人の首を切ったらヒゲまでスパッと切れたからこの名前になったんだとはいえ僕にとって名前は割とどうでもいいんだよね就任1周年かうんうんこれからも総領として頑張ってね就任2周年かうんうん 源氏の歴代と比べるとまだまだだけど頑張ってるんじゃない就任3周年かうんもっと源氏の歴代みたいに偉くなるんだよそうか就任4周年ね君なら源氏のように名を残すこともできるかもねおおおかえり 買い物にしては長くかかったねええっそうじゃないもう源氏の世じゃないからね僕がこうなるのも。 当然かな